とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日からですね、初めからスタートしていきたいと思います。ただスタートするだけではなくって、タイムアタックをやっていきます。さあ、どれぐらいの時間で全クリすることができるんでしょうか。まあ、とにかく、アニメーション部分は、あれも時間にね、含まれるので、スキップしながら、高速でやっていきたいと思います。それでは早速、やっていきましょう。さあ、始まりました。どんどんスキップしていくよ。どんどんスキップしていって、どこぐらい、1時間でどこまでいけるかな。分かってる分かってる。操作方法とかは別にいい。そのままスタートしていこうぜ。1時間あれば最初の7不思議ぐらいはいけるんじゃないかな。はいはいはい、いきなりマタロウ登場。初めての戦闘だね。全然、ああそうか、こっちもレベル1だからダメージ全然入んないわ。こんなもんだったか。あそうか、装備してないからチャージ攻撃ないんだ。チャージがないか。オッケー。まあまあまあ、最初はこんな感じよ。武器を、配布のやつかなんかであったかな、なんか特典配布みたいなので武器があったかもしれないので、最初のうちはね、そういうので十分だもんね。むしろそういうやつの方が最初は強いから、それでやっていきます。ファッションなんかはね、全くなしだろうけどね。ラスボスまでレベルどれぐらい上がるんだろう。話によると300ちょっと、まあ、300ぐらいでマズラタイタンって言ってたもんな。いやー遅いな、歩くのが。ジェットブーツ欲しいな。ジェットブーツでもワイドブーツ100個なんだよな。すぐにはちょっと難しいかもしれんね。あ、そうか、ジョブか。まあそうね、夢見る少年にしようかな。夢見る少年を目指して、それだけをちょっと特化させていこう。回復大事だしね。芸能人もいいけどな。まあどっちか。はい、次はメラを倒しに行けってやつね。メラもまあ、速攻で倒せるでしょう。あ、食べ物はもうすぐに装備してあったのね。いかんいかん。数秒ロスした。挑戦だ。あ、ダンジョンみたいになってるのか。そうか。これか。はい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 。いいいい。いや、このまんま、ちょっとメラまで。速攻で行っちゃおう。結構遠かったな。まあ、とりあえず、メラと戦いましょう。まだね、20分も経ってないな。おい、お前が。とにかく、イベントはすべてスキップして、いくような、この、なんだろう、ぐねーってなる戦闘の開始のやつ、久しぶり見たな。あ、オッケーオッケー。変身できんの？あ、まだだよね。変身はまだなんだな。ちょっと待って、意外と強いぞ。メラ意外と強いぞ。じゃあ、あれはもうゴリ押しでいい。最初はね、全然ゴリ押しで倒せるわ。でいい。シシグロも出るっけ？出るよね、もちろん。やっぱ最初レベル9、HP 低い。まあこんなもんだろうね、最初のうちは。あいつを呼ぶとするか。お、半分から呼んでくんのか。来た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 。でこれで俺たちも変身できるようになるっていうことでしょ。スキープ。分かってる分かってる。もうすでに変身するのか、ここで。アニメーション流れてね。はい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 。ここで変身ができるようになった。変身できるようになるとね、だいぶ戦いやすくなるんで、ちょっとスピードを上げて、いこう。
七不思議1時間でいけるかな。刀を携えた猫だぜ。おいし、いいね。我が刀も錆にしてくれる必殺技。最初はあれか、1個しかないんか。またつまらぬものを。そうかそうかそうか、技メダルをちょっと入手していかなきゃいけないね。でもまあ道中で入手できればいいぐらいに考えとこうか。そうしないとメダル集めとかしてるとね、時間がほんともったいないから、このまま行きましょう。技1個でもまあまあまあいけるいける。だって変身禁止縛りとかね、そういうのでも全然倒していけてたから余裕でしょう。うん、変身さえすれば能力爆上がりだからね、全然倒せる。よし、これでメラが仲間になりました。マタロウはまだ戦えないもんね。フブキさんか、次仲間になるのは。フブキさんとも多分もうすぐ仲間になれるだろうし。え、パワーちゃん倒さないかん。いや、パワードスーツは違うか。まあいいや、とりあえずどんどん行こう。さっき、強制セーブのところがあって、そこでね17分だった。17分、これがもう少し早まるのか。いや、早まらんね。うん、17分、まあまあいいスタートじゃないの。じゃあ、こういう時は早送り、スキップできないところがねあるからね。そういうところは早送りで高速でやっていこう。マタロウはもうすでに仲間になってたから、あ、いやー、吹雪さん来る、ここに来る来る確か。で、最初変身できないんだ。そうそう、で時計を倒してから変身できるようになるのか。はいはい、そのクラブ活動とかでねステータスを底上げしていきたいところだけども、そういうことをする時間もないんで、とにかく急いでいく。はい、これで吹雪さん仲間になった。もう基本陣兵のみでいきましょう。早くこれスキップしたいんだけど、これスキップできないんだ。そうか、最初の登場はこんな感じだったんだもんね。そうそう。お、エンラ先生、あら、エンラ先生からの呼び出しで、でこっから七不思議が始まってくると思う。よし、最初のクエストは剣の塔か。そうだったね、最初はエマを助けに行かなきゃいけなかったから、いざ剣の塔へ行きましょう。スタートしたらこれはもらった方がいいね。めちゃくちゃ美味しい。うん、プレゼントはむちゃくちゃいいね。しゃあ、あ、エンマ手形、あ、そうか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 、こういうのもあったね。で、さらに、あれだよね。合言葉で、有吉のやつで、だったよね。ローミラか。はい。確かこの武器が、最初は確か結構良かったよな。ポンケゴか。ポンケゴ。これを持っとくだけで本当に全然違うだろうしね。全く違うよ。で、もう一個か。ブルーバ。ブルーバ。はい。オッケー。こんだけ持ってれば全然違うでしょう。もう陣兵をね、思いっきり強化していこう。お、ほら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 。これこれ、レベル300。
278の武器、もう最初にしたらこんなんありえないよ。おお、よっしゃよっしゃ、めっちゃくちゃいい。で、食べ物も結構あれで出てきたから装備しときましょう。ああ、でも最初はね、あんまり強いやつ装備してるとダメなんだよね。確か。強いやつしてるとお金が足りなくなるから、そこはちょっと注意していきましょう。OK。この子では、実は攻撃にも使えるんだから、セーブをしていきます。スカイラブ、28分です、ここまで。さあ、次は、剣の塔からスタートです。ご視聴よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。